こんにちは、なひらひです。皆さんお元気でしょうか？本日は、2021年の9月の22日、明日が秋分の日になります。本当にアセンションのエネルギーが強くなってきていますし、その波乗りにしていくのに体調をちょっと崩しがちだったりとかしますね。私もちょっと最近体調を崩してしまってゆっくりしていました。もっとゆっくりしていたかったんですけど、ガーデニング 小さい庭なんですけれども、ガーデニングというか家庭菜園をちょっと始めているんですね。それでちょっと時間取られたりして、あっという間に、3時間4時間経ってしまって 、そんな風にして自然と戯れています。鳥が置いていってくれたですね、木いちごですかね、木の実が、ちょっと、色づいてきていて、嬉しいです。購入したラズベリーがうまくいかなくなっていて、うまくいかなくて そのやり方に、どうしたらいいのかなって考えたり、そんな感じでうまくいくのといかないものがありますね。根を下ろしていくっていうのはとても大切ですね。作物を育てていく上で、自然の中でこう生命が生まれるっていうのを見ていくと、本当に今までやってきたことのなかったことなので、初めてやるんですけど、本当に日本の地で、私は関東エリア、今茨城の方に引っ越してるんですけれども、そちらの方でですね、好きな南国の、果物も食べたいと思って、バナナは買ったり、パパイヤも、買ったりして、育てているんです。今後どのようになるか、ちょっと楽しみというか、本当に全くわからないのに買って やり始めてしまったっていうところですね。全くわからないけど、でもやりたいっていうふうに思って、食べたいっていう自分の、気持ちね、それをただ行動に起こして、やっていく、それもいいんじゃないかなと思います。踊りたいという思いでフラも始めました。20年前に始めたんですね。ハワイの先生に出会って、日本で出会って、 UFO の促しもあって始めたんですね。その後ですね、ハワイにも留学しましたけれども、現在は皆さんにお伝えさせていただいているのは、スピリチュアルエネジーハワイアンフラという、これは全く習ったことのない、フラに、の踊り方になりますが、私のハイヤーセルフ、フラの大元のスピリッツの方からですね、流されてくる、降りてくるエネルギーを、体で受け止めて、魂で受け止めて、魂が発露して、無条件の愛がですね、放出される、喜びが放出される、至福が、オーディエンスの方たちに、シェアされる。そういう踊りを今現在は皆さんに、紹介させていただいております。ワーク、個人セッションのワークは Zoom でも行っていますね。現在は集団で集まるっていうのがちょっと難しいので、主に Zoom ワークが主体になっていますけれども、このアセンションが本当に5次元の方に皆さんが移行すると、もうボディもしっかり健康状態に入っていくので、また皆さんとお会いして、コミュニティとして、形成できていければ嬉しいと思いますね。良い波動を持った人たち、良い空気感、気エネルギーの流れを持った人たちで集うっていうのが、これからとても大切になってきます。本当に喜びを表現していければ一番いいですね。はい。で、スピリチュアルエネルギーハワイアンフラ、現象のフラはですね、ステップを整えることではなくて、ボディのエネルギーを整えることが主体になってきます。浄化がとても大切ですし、自分のハイヤースピリッツですね、ハイヤーセルフ
大いなる自己に、合致するっていうこともとても大切になってきます。それはですね、アロハスピリッツが現象フラ、このスピリチュアルエネルギーハワイアンフラでは、アロハスピリッツの意味合いが通常のアロハよりもとても深いところにあるんですね。この踊り自体がアセンションを目指したアセンション期に、皆さんを準備させるために降りてきている踊りになります。なぜそれを私、日本人の私がやるかというと、これはもう魂、天上界において魂が契約してきているんですね。なので、それをお伝えさせていただいているんですが、そのスピリチュアルエネルギーハワイアンフラ、現象フラのアロハの本質というのはとても深く、とても、もうディープというか、もうそうなんだって受け止めることを、私はもうただただそれを受け止めて喜びになっているんですけれども、アロハの A というのがアクセプタンス、これは同じですね。通常言われているところでも同じ意味合いがあります。で、ラブオールビーング、 L ですね。すべてのものを愛するというところですね。それも同じですね。で、オベイディエンス、O ですね。オベイディエンス、従順さというところですね。これは本当に従順さっていうのは本当にエネルギーに沿って踊っていく上で、本当にエネルギーにフォローしていく、その神聖エネルギーが降りてくる、そのエネルギーを通す、ただその導管になっていく。そして、クライアントの方やオーディエンスの方にエネルギーを、必要なエネルギーを渡していくということで、自分がそこに、エゴがあっては全然踊れないものなんですね。なので、オベイディエンスっていうのはとても大切になってきます。そして、ヒューミリティ、H ですね。謙虚さということも入ってきます。これは通常のアロハの中でも言われていることですけれども、日本の言葉にあるように、頭をた、えー、実るほど頭を垂れる稲穂かなという言葉がありますね。そのぐらいに本当に謙虚さというのは大切になってきます。自分がぶれない状態を保つためにも、それはとても大切なことになってくるんですね。美しいですよね。ヒューミリティというのは美しいことだと思います。そして最後にですね、アカウンタビリティトゥゴッドというのがあります。これは本当に通常言われているアロハとは全く違うところで、より、深いというんですかね、どれだけ自分がエゴがなく、ゼロポイントでそのまんまでいるか、神と対峙した時にそれをちゃんと何の、なんて言うんですかね、神と自分がもう通過の状態になっている、その世界ですね、アセンションっていう、本当にそうなってくるところですよね。その時点でエゴがあってはいけないんですよね。いけないというか、それでは創造主としての自分が純粋でいられなくなってしまいますね。より軽く周波数を上げていくためには、そこの部分がとても大切になってくることだと思うんですね。アカウンタビリティトゥゴートっていうのは本当に、神なる自分とボディを持った自分の間に膜がないっていう感覚ですね。もう本当に創造主としての自分の創造性が許されてもいるし、その責任も出てくるという、非常にアセンションの過程で、そこの部分をこれから一人一人が経験して学んでいくというか、それを生きていくことになっていくと思います。スピーチャーエネルギーハワイアンフラは本当にエネルギーを瞬間瞬間ですね、今という来るエネルギーをその次につなげていくということになっていますので、本当にこのアセンション期に、自分のボディを、その
合わせていく、アライアメントしていくのにとても良いツールになっていますので、ぜひご参加いただければと思います。また今年、癒しフェアの方にも参加するかもしれません。これからちょっと調整していきますけれども、いずれにしてもですね、また皆さんとお会いできてエネルギーをシェアしていくのは私の本分ですので、どうぞ機会あるごとに私イベントをどこかで参加するのにお越しいただければと思います。はい、それではまたありがとうございます。また次回の動画で。アロハー。